俺がこの業界盛り上げます。どうも、シャクチです。サラです。はい、あの無茶振り動画の後15ブロックあれ全部詰め終わって、今深夜3時17分お疲れ様です。また無茶振りされまして俺の動画も撮ってくれと、はい、そらくんが言ってますので、はい、回していこうかなとなんか今日報告したいことがあるみたいで、はい、皆様にご報告があります。はい、なんとですね、うちのそらこちゃんが無事に卵を産みました。おーし、何個見えたこと。ですね、穴はポツポツあるんですけどね、ちょっとこれ映したいけどね、ちょっと難しいんで。ちょっと厳しいやろな。でもあのちゃんとプロの小吉に見てもらったら確実に卵が産んでるということなので。見えるかな、うん、見えないでしょうね。今4発見えます、卵の後、卵が。やったー初は土源、気持ち的には。いや本当ちゃんと産んでくれてよかった。間違いない、まだまだ産むよ、まだ産みようはず。でもこのまだその卵が見えたけんって完璧に安心できるわけじゃないと。うん、そうやねまあ幼虫になるまでもう放置かな。その途中でなんかおかしいかったりとか、そういうのも出てくる。やっぱ無精卵やったらこれから卵がしょぼんでもう成長せんくなる。そうそう、孵化せん、無精卵ってやつよね。要は孵化せんで終わってしまう。そう、卵でダメになってしまうパターンもあるけど、これ多分ね経験上有精卵、普通に。もう無精卵もう見たら分かるもんね、大体。そうですね、卵にも、有精卵と無精卵っていうのがあるみたいです。そうでもよかったよかったね、うん、一発目で、はい、なんとかね。で、サラキチ君はですね、もう一人で優雅にここで暮らしております、広いとこで目標何匹やったっけ。そうですね、50匹もうちょっと下げるわけやかんそこもう言ってしまってからや、50取ると。そうねもっと生み出したらもうこういう側面にバーッて出てくる。そうやね、てかもう幼虫がいきなり見えてくることが結構多いよね、うん、1匹見え出したら相当見えてきたりとかね。ああ、なるほどね、急にってやつか。うん、ただまあね、まあ、目標20ってとこやしね、でいいと思うけどね、うん、いやとりあえずその平均は取りたいなって思ってます、最低でも。でそう、食ってないけどまだ産みようはず、うん、あのですね、コメントをいただいたんです。あの、お父さんと娘さんで2人で、うん、見ていると。はい、ですね、娘さんがもう、ね、そら子頑張れって言ってますっていう、嬉しくてですね。ちょっと名前わからんけどね、まるまるちゃんの応援のおかげでね、そら子はちゃんと卵産みました。応援のおかげですありがとう、ありがとう。まだね、今からバンバン産むけんね、これからも応援よろしくお願いします、そら子は言ってますあの、会話できるけんそうそう、そら君は、うん、そら子と話せるんだもう何でもありなく超能力者になってますね、そらくん。さやら、まあでもね、ほんとよかったね。はい、無事に産めてよかったです。産卵開始が、あの、俺昨日実は確認しちゃったん、これ。あ、そうだ。したら、昨日卵が見えとって、ああ運動やんってことで、昨日がまあ、産み出しと思っとっていいかな。ああ、そっから1ヶ月、昨日から1ヶ月。うん、もう、そうだね、2週間まあ、1ヶ月くまんでいっちゃない。次ちょこちょこ見てメスが上がってきとるの確認したら、もう1回抜いたメスを。あ、メスを。うん、そうすると幼虫が大きくなってまた潜ったしたら、これメスがね、うん、幼虫食べるっちゃう。そうなの。そうそう、あんまり放置、ね、長く置くのもあんまり良くないんだ、うん、だからもう生み出しが早いけん1ヶ月置くことはないから、次上がってきとったらもう取るよって感じ。ああ、たまたま開けた時に出とうタイミングっていうのも結構すごいことだね。うんうん、でもだけん結構まめにまめに見らないか。もう俺とかもうあんだけのセットあるけど、うん、もう一個一個取るけどね。もう皆さんに見せてあげたいけど、もうすごいことになってますよ、ほんと誰のせいだよ誰のせいだよ。フェアリングさせるよ。クリスマス会のせいですよマジすごいよ。これがさ、全部ね、幼
昆虫で割り出したら何匹取れるとって話やねんけど、そうやね、やばいよね。でもやっぱこうローテーションローテーションで、そうそう、ちゃんと考えてね、そのいいタイミングでずっと、そう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 、浮かしてみたいな、やたらめったら取ってもね、ブリード追いつかんけん、ああそうね、いい結果は出せん、あずらし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 で取っていく、うん、本格的にブリードしてる方も結構場所とかでもね、こう悩んでる方もいるんじゃないですか、うん、いっぱいしてる人は。そうやね、まあ、俺もね一生懸命頑張ってこの場所っていうのを作ってね、うん、そうそう、2つありますからね、ここともう一個大きい大きい、ね、まあまたねちょろっと言うと第3ブリードも考えてますんで、そういったね動画も撮っていこうと思ってますんで、こう動きたい、お楽しみにまああとは次はね割り出しになるかな、ね、割り出し動画、スラコちゃん、さて何匹撮れるのか、マジでさ、うん、あれにしたら何匹以上撮れたらプレゼントとか、スラコの子、おー、うん、いや、全然大丈夫、やっぱり見すぎてもやっぱ大変やろ、うん、そうだね、ソラ君がね、これだけが限界かなっていう通すは通って、あーそうね、また後日ね、ツイッターでもいいし、うんうんうん、何匹以上はプレゼントみたいな、あそれも、まあ、一応、考えながらやっていきたいと思いますね、ちょっと先の話になるんですけども、うんうん、頑張ってください、はい、ということで今日はあのソラ君の、ソラコちゃんの産卵成功ということで、はい、それをご報告したくて動画にしましたはい、お疲れのところすいませんねと疲れてますから無茶振りした後です、めちゃくちゃ無茶振りの無茶振りされてるんでそろそろやり返していいでしょ怖い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 そのうち小吉が一人取り出したらもうそういうことだと思ってくださいということでもう遅いんでもう4時になりますから今日はねこの辺で、はい、バイバイさよなら。